おはようございます、おはようございます、ヘルチャンネルの時間でございますよ。さあ今日はですね、 GO さんに突然質問を今から本当びっくり突然質問をします、はい、バッテリーなんですけど、最近よく軽量な、はいはいはい、リチウムなんとかって言うんですかね、うん、リチウム何になるんだろう、まあ、リチウム系のバッテリーですね。はい、ありましたね、結構売ってます、最近は特に。はい、あれはどうなんでしょうっていう、うん、ものすごい漠然とした質問をしてみます。 OK、はい、です。はい、あれがねどうなんでしょうね、まあ、あのまあ、買ったことがある人もいっぱいいらっしゃると思うんですけど、はい、送られてきた箱が不安になるぐらい軽いです、はい、あ、軽いんですね、やっぱりそんなに軽いんですね。そんなに軽いです、はい、こんなんで大丈夫って不安になるぐらい軽いです、はい、で繋いだら全然問題なく動きますね、はい、動く、うん、はい、ただあのもし仮に、はい、そのリチウム系のバッテリーを充電しようと思うと、はい、専用の充電器じゃないと充電できないんですよ。ええ、あ、そうなんですね。そうなんです。だからあの充電がしたいなって思う人は専用の充電器も一緒に買わないといけない。ああ、もうそこら辺に売ってる充電器じゃダメなんですね。そうなんですよ。あの従来通りのあのなんて言うんでしょうね、何マリバッテリー用の充電器だと充電してくれない。はあ、ちょうどここ GO ファクトリーさんはですね、大津さんが使ってるやつと全く一緒のメルテックの SC1200 がここに置いてあるんですけど、こいつじゃダメなんですね。ダメなんですよ、それだとあの充電しないんですよね。はあ、うん、初耳。そうなんです。リチウムイオンバッテリー軽くて、うん、でもバッテリーの電圧が下がったら合うと。そうですね、あの専用の充電器じゃないと充電できないっていう。はい、らしいです。ただ、まあ、うちのお客さん2人ぐらい、まあ、車種はこの手の車種ではないんですけど、つけてる人がいるんですけど、はい、1人の人は何年前だろう、 3年前後ぐらい前につけたんですけど、はい、もうつけっぱなしで、まあ、月に1回乗るかどうかの人なんですけど、未だに上がったことがない、うん、あ、リチウムイオンバッテリーって上がりにくいんですね。上がりにくいんだと思うんですよ。まあ、車種にもよるんでしょうね、うん、でも。でもう1台は、まあ、それも多分月に数回、まあ、街乗りはそこそこするんですけど、長い距離は月に数回しか乗らない、うん、はい、でそれはまあ他にも、バイク自体もクソボロボロなんですけど、あ、クソボロボロそれも多分2年か3年 つけてるんですけど、今んとこ変な感じも出てないっていう。じゃあリチウムイオンバッテリーっていうのは、うん、あんまりこうバイク乗らなくて1週間に一遍程度しか、うん、ちょっと乗らないよみたいな人は案外いいかもしれない、うん、で、まあすんごい軽いんで、はい、あの軽量化にもなると思うんですよ。つけてみようかな、うん、ただまあ専用の充電器じゃないと充電できないっていう、まあ、デメリットが1個と、はい、あとはどうかな、とんでもなく暑い時は多分問題ないと思うんですけど、そっちの噂は聞いたことないんですよ、はい、ただとんでもなく寒い時は、はい、バッテリーが反応しなくなるんですよね、リチウム系のバッテリーって。おほうほう、あの電力が立ち上がらないんですよ。電力が立ち上がらない、うん、だからキオンにしても、はい、あの電力が出てこないんで、あ、反応してくれないえ、マジですか。そうなんですよ。じゃあ めちゃくちゃクソ寒いところで、うん、じゃああれ今日もバイク乗ろうかなってこうやってピッてやった時に何も出てこない、何もつかないびっくりだよ君びっくりだよめちゃくちゃ寒い時にですね、だいたい氷点下ぐらいより低い時はなるらしいんですよ。はあ、でオフ車に乗る人なんかはもうとにかく軽量化したくて積んどる人もいるんですけど、はい、
あのなんて言うんでしょう、2日にわたって行われる、はい、まあ行動も使ったエンデューロのレースとかもある時があるんですけど、はい、そういう時に朝一で気温にしたらバーッ反応しないって一生懸命手でこするとかいうやってる人もいるらしいんで。マジか。解決方法は手でこする。多分まあ氷点下ぐらいになると断熱材を外に巻いても、はい、そこまでそのバッテリーの熱の低下を抑えられないと思うんですよ、ね。あ、そうなんだ。うん。だから そういうデメリットもあるっていうのは思っとった方がいいですね。まあ、くっそ寒い日にバイクなんか乗られやへんよみたいな人はそれはいいと思うんです。ああなるほどですね。ちなみにそういう時にこれを全然通電しなくて、うん、オンにしました、何もつきません、うん、あ何もつかんけど押し掛けすりゃエンジンかかるよっていうことはないですね。その場合は完全まあかかるかもしれないですけど、カブに関しては。ああ、うん、ああああ、まあ、かかるバイクもあるかもしれないし、かからないバイクもあるかもしれない、うん、そうですね。カブは多分キック3回ぐらいで、うん、あの燃料ポンプが動くだけの電力をどっかに貯めるらしいんで、はあ、バッテリー外してても確かエンジンかかるはずなんですよ。あ、なるほど、うん、だからかけるだけならかかるかもしれないですね。そうなんだ、うん、カブ系は心配ないのか、ほいじゃと思います。あ、ハンターカブはね、ハンターカブはね、うん、ハンターカブはキックついてますからね。キックがついてないやつは、うん、C125、うん、下手したら数百メーター押し掛けしないといけない可能性も出てくるんで。あー、最悪ですよ。最悪ですよ。なるほどね、うん、ちょっとまあお小遣いができたら自分もリチウムイオンバッテリー実験してみましょうか。そうですね、まああのネットとかで見ると、はい、安いリチウム系のバッテリーも売ってるんで。ちなみにおいくらぐらい？どうだろう、ちゃんとしたやつはまあまあいい値段します。あまあいろんなメーカーから出てるんですけど、バッテリーはやっぱりちょっと怪しいところの防国性はやばそうですよね。、まあ、爆発、うん、まあ可能性がないとは言えないですね。まあでも、うん、まあ、やってみるのも手ではあるんですけど。これ爆発したら再生回数すっげえ回りそうですね。お股の下に大爆発みたいな。まあこれはオフ車用にパッケージされたリチウム系のバッテリーなんですけど、はい、これで2個か大きさがあるんですよね、はい、でちっこい方が約1万ちょい、おお結構すごい、でちょっと大きいタイプが1万4000なんぼ。ただまあこれは本当にサイズの問題か。だから純正のバッテリーボックスに入るやつを選ぶしかないんで、はい、なるほど、なるほどですね。でこういう、あ、下にあるんですけど充電器、うん、まあこの繊維なリチウム用のバッテリーの充電器であれば従来の鉛バッテリーにも使用可能とは書いてあるんですよ。ただ逆はできないっていう。なるほどですね。、うん、へえ、こいつがいくらするんだろう。あ、5940円か、うん、そこまで高くはないですね、うん、万円ぐらいするのかなって思ったら、うん、そうでもないみたいです。あ、いいんじゃないですか、ね、だからまあ不安な人はこれも一緒に買っとけばっていう、うん、でまああのどうなんだろう、多分これはワニ口クリップになっててこう途中でつなぐタイプなんで、もしかしたらバッテリーにつなぎっぱなしでこの端子をどっかに出しとけれるあのコネクターもどっか売ってると思うんですよ。もう鼻からピコッと出しといて、 そしたらもうどっかその出してるところへカチッとつないで、うん、ほったらかしっていうこともできるでしょうし、乗らないときは充電し続けるっていう、うん、ああなるほどですね。そういうこともできるみたいです。でそしたらこれを外す手間もいらないですね。なくなってくるんですけど。あ、なるほど。じゃああんまりこう株1週間に一遍程度しか乗らないよ、週末仕様みたいな人は案外こういった
リチウムイオンバッテリーっていうのはおすすめかもしれないです、うん、で冬はもうこのクソ寒いのにバイクなんか乗られへんよっていう人は、うん、これ、うん、いいと思います。いいと思いますはい、いつかおじさんも実験します。防国製のやつでね防国製くっそ安いリチウムイオンバッテリーつけてみようかなはい、ではでは